時間最難時速を聞いてるかい下を向いてないでこの番組を聞けイエーイユースケリームユースケリームイエーイユースケリームユースケリームはいこんばんは始まりましたユースケリームの時間でございます金曜21時からは、ユースケリームでございますはい池内雄介でございます太陽のシンガーソングライターとしてですね人間のぬくもりを歌にする、太陽のシンガーソングライターとして関西を中心に、関東九州さまざまなところで活動させていただいております、作った曲は400曲以上500曲以上ぐらいかなおそらく、2010年10月20日に全国流通の CD を発売いたしましたAmazon などからも購入できますけれどもホームページからのご購入ですとサインをいたしておりますはい、番組紹介いきたいと思いますこの番組は太陽のシンガーソングライター池内雄介がギター一本弾き語りでジャカジャカ歌っちゃったり語り出しちゃったりするよっていう番組でございます池内雄介のリュースストリーム題してユースケリームでございますはい僕の曲の中からですねリクエストなんかも受け付けちゃったりしておりますので CD をゲットされた方改めてあの曲を聴きたいぜっていう方は遠慮なくおっしゃってくださいませではでは短い間ですけれどもお付き合いくださいお、ちえさんこんばんはチャットになんかめっちゃ書き込んでくれてるけどめっちゃ流れていってありがたいけど読むのが大変みたいなおー太陽のお兄さんに元気もらいに来ましたってありがとうございますゴルディさんって言うたんやからなこれはゴルディさん実は今日ですね、これを見てくださってるファンの方に誕生日の方がいらっしゃいますハッピーバースデーってやつですねでですね、その方が、昔ようリクエストしてくれていたこの歌をいこうかなと思います。ないこと続くとイライラが募ってゆくものに当たってしまうこともあった嫌なことから目線をそらして解決しないまま納得したふりもした懸命にしたつもりでもなかなか前に進まないもうやめてしまおうとしてそんな自分が嫌になった下を向き歩いてると綺麗な風が頭を撫でたあと一歩分頑張りなと真正面からぶつかって真正面で汗かいて真正面で涙する人になりたい俺が俺を好きでいられるように俺が俺を好きでいられるように先の見えないこと言い訳にするなよ手探りでやってんのはみんな同じなんだ必要なのは先延ばしにしないこと
時が解決してくれることばかりじゃない。背を向ける自分をとっ捕まえて抱きしめながら優しく語り合うんだ。ほら大丈夫だから戻ってこいよ。逃げてる自分を引きずり戻すた。真正面からぶつかって真正面で汗かいて真正面で涙する人になりたい。俺が俺を好きでいられるように、俺が俺を好きでいられるように真正面からぶつかって真正面で汗かいて真正面で涙する人になりたい。俺が俺を好きでいられるように、俺が俺を好きでいられるように。ランララ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 ありがとう、ありがとうございます。おー黒沢さん初めて聞くけどいい声ありがとうございます。嬉しいです。よいしょ。あココさん、ピオスカイさん、ココさんと呼べばいいんですね。はい了解でございます。ありがとうございます。1曲目聞いてもらったのは真正面という歌でございました。ありがとうございます。喧嘩しようぜ。とは末永くやっていきたいんだ。嘘で塗り固めた関係にはなりたくない。本音怒鳴りながら涙撒き散らしたい。もっとぶつかり合いたかった人がいる。言いたいこと言えなかった人がいる。冷たい言葉に笑うだけだった。上辺の付き合いは嫌だと言ってたくせに喧嘩しようぜ、もっと喧嘩しようぜ。分かり合いたいのならもっと喧嘩しようぜ、喧嘩しようぜ、もっと喧嘩しようぜ。分かり合いたいのならガンガン殴り合おうぜ。大切な人ならば臆病にならないと決めた。ずっと付き合ってゆく気があるなら拳交えたくらいで怖
われやしない反省は後悔の後にあった落ち込むことは人生に必要だ傷ついて強くなるのが人だと思えた時傷ついて生きてきたことが誇りに変わった喧嘩しようぜもっと喧嘩しようぜ分かり合いたいのならもっと喧嘩しようぜ喧嘩しようぜもっと喧嘩しようぜ分かり合いたいのならガンガンと付き合おうぜ喧嘩しようぜもっと喧嘩しようぜ分かり合いたいのならもっと喧嘩しようぜ喧嘩しようぜもっと喧嘩しようぜ分かり合いたいのならガンガン殴り合おうぜしようぜっていう歌でした。ありがとう。リラックマ可愛い。ありがとう。ちょっとね置いてみました。実はあれは巨大スリッパなんです。リラックマ型巨大スリッパです。じゃあですね、連絡っていう歌を。しなくなってどれくらい経つのだろう最後にしたメールの日付は3ヶ月前今でも頻繁に君のことを思い出すよ飽きることも知らないで毎日やりとりしてたのに君の作る料理の味出してみようとするけどうまくいかない唇とガラス仕草ならほらこんなに簡単に真似できるのにさようならさようならなんだねに置かれた携帯はあれからずっと無表情のまま
忘れたくないことがどんどん薄れてしまう。覚えておきたいことは紙に書いておけないこと。君を抱きしめた時の匂い、柔らかい髪の毛、肌のぬくもり、どれもこれもこぼれてく。腕ん中にあんなにもしまい込んだのに、場所に置かれた携帯は無機質な機械に戻ったまま。ところで歌う鼻歌、独特の喋り方、甘える時の声、どれもこれも僕の中から、一つまた一つなくなってゆく。場所に置かれた携帯はあれからずっと無表情のまま、あれからずっと無表情のまま。ありがとう、連絡っていう歌でございました。お、タコワサうまいさんが来てくれてる、ありがとうございます。タコワサはうまいっすよね、超絶うまいっすよね。おー、アンドロンさんこんばんは。トウモロコシ食べてたら出遅れた。パチパチありがとう。おー、ミオラバーさん、ミオさんこんばんは。もっと喧嘩しようぜ。8分前のコメント今読んでるっていうね。いやありがとう、ほんと嬉しいな。ちょっとお茶飲みます。バンゾーさん、すごいちょっと前まですっごい怖いアイコンやったバンゾーさん。わあ、めっちゃ動いてる、タコが動いてる。泣くなって
はみ出しもの君を他の誰が否定してもなくなはみ出しもの君は君を信じてるじゃないか。たった一人涙ぐんで寂しさ噛み殺してた。石を投げつけられた時世界から切り離された。楽しそうに笑う人を遠くから見つめていた。本当はその中に入りたくて入れなくて、誰かを羨んだ。その先には何もない。分かっていた、帰れなかった。泣くなはみ出すもの君は今にそこを抜け出せるから。泣くなはみ出すもの人と違うってことで笑えるから。人を好きになってみた。勇気を振り絞った。また弾かれるの覚悟だった。怖い顔した世界が初めて微笑みくれた。空がこんなに青いと舌ばかり見て気づかなかった。別の角度から物を見てるなら、それぞれの立ち位置から伝え合えばいいだけだ。誰かの希望かもしれないから、泣くなはみ出すもの、ずっと君が苦しんできたこと。泣くなはみ出すもの、それは世界を塗り替える力だ。はみ出すもの君を他の誰が否定しても、泣くなはみ出すもの君は君を信じてるじゃない。
ありがとう、泣くなはみ出し者っていう歌でした。ありがとう。ちょいとね、ここでギターを変えます。僕ね、あのメールで歌詞の元になるものをいただいて、それを整えて曲つけて CDR で納品みたいな感じのですね、お仕事もしたりしてるんですけども、その昔あの俺のミクシーの日記から印象に残ったものを曲にしてくれと、いう依頼が来まして、おマジかよ難しいなとか思いながら頑張って作った曲があります。それは手という歌でございます。というわけでですね、人からこう依頼を受けて作った曲を今回、今から歌おうかなと思います。イエイ。なぜ人は戦うのか、本当にそこに意味はあるのか、俺の方が強えだろう、私の方が素晴らしいでしょう、繰り返される歴史の中でそれらは無意味じゃなかったろうけど、教科書に載らぬ偉人が敵は昨日の自分と言った、足を引っ張るやつばかりがこの世界じゃ大きな顔をする、だって過去の手を引いてくれ、太陽みたいな母のように、争うのか、自分を上げずに相手を下げる、羨むのも見下すのも本当は自信がないからなのか、誰かをバカにするたびに自分の心も傷つけている、ささくれだったその胸に人を迎えるつもりかい、足を引っ張るやつばかりがこの辺りじゃ大きな顔をする、俺がその手を引いてやる、暗闇の中の土のように、街灯の下ばかりがこの社会じゃ大きな顔をする、お前が今度は聞いてやれ、寒さに震える小さな手を耳を押さえてる、小さな手を、ありがとう。手っていう歌でした。ハンドです、ハンド。はい、ここでですねちょっとお知らせというか重大なお知らせをしたいと思います。この画面の下の方にあるですね、
無料で定期的に新曲をもらえるメルマガフリクルって書いてあるところがあるんですけれども、そのリンク先からですね、なんと本当無料で定期的に新曲をもらえます。もらえますっていうか、まあ、ダウンロードすることができるメルマガに登録することができます。でこれはですね、過去に配信した曲は有料販売になりますと、なのでですね、早い者勝ちみたいな感じのやつでございます。なのでお早めに、曲をですね、気に入っていただけた方は、登録していただけたらなと思います。最初だけ携帯で、個人がね、いっぱいいろんなアドレスで不正に取ったらダメっていうか、登録したらダメっていうことで、最初だけ携帯のアドレスが必要なんですけど、後でパソコンだけに送られてくるようにすることができますので、本当完全無料なので、ぜひぜひこれはおすすめのものでございます。フリクルっていうサイトです。ぜひぜひ飛んでみてダウンロードしてみてください。夏の帰り道っていう歌をリクエストいただいたんで歌います。赤く赤く染まる空、音もなく瞳焼き付けて、遠く遠く蝉の声、薄明るい帰り道。焼けているアスファルト、夕飯までには戻らなきゃ、大きな手は小さな手を、小さな手は握り合う、暖かいな、染まる地面の上つながる影、赤く赤く染まる空、音もなく瞳焼き付けて、遠く遠く蝉の声、薄明るい帰り道。田んぼの稲穂が揺れている、一面の緑が風の中、もう人のいないブランコがまだぎっしりぎっしりと歌ってる、青と赤の待ちる街、次見れるだろう、誰かと一緒ならもっと綺麗なのに、赤く赤く染まる空、音も
きつけて遠く遠く蝉の声薄明るい帰り道昔手を引かれた道を今は一人たった一人だけで赤く赤く染まる空音もなく瞳焼き付けて遠く遠く蝉の声薄暗い帰り道遠く遠く虫の歌薄暗い帰り道ありがとう夏の帰り道っていう歌でした。えい、いや聴いてくれてありがとう。よいしょよいしょ、ありがとう。そうなんです、この後ろに見えてるリラックマはスリッパでございます。プレゼントではありません。300円ぐらいで UFO キャッチャーで撮りました。めっちゃ落ちそうやったのでやってみたら撮れました。めっちゃうおーできた撮れたみたいな感じで、あんまり僕 UFO キャッチャーとかやらないんですけど、なんかねあまりにもゆらゆらしてたんでこれはやらなあかんやろみたいな感じでやったら撮れたんですよね本当ね時間が経つのは早いもので、次の曲で最後にしたいなと思います。本当ね長いこと聞いてくださってありがとうございます。最後は新曲を歌おうかなと思います。卓球と献血した日って書いてますけど違います。結構前です。何年か前です。3年ぐらい前です。心臓の音色っていう歌を、皆さんにお届けして今日は終わりにしようかなと思います。本当ありがとうございます。また来週もぜひ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 遊びに来てください。無償の愛ってなんだろう、そんなこと考える、笑顔が欲しいことすらエゴなんだろうか、お前のためってなんだろう、小さい背中見つめる、そっと抱き寄せたいのもエゴなんだろうな、望んでいるのはお前の幸せ、それとも僕が満たされたいだけなの、お
前が飯を頬張るのがたまらなく愛しい。お前が寝息を立てるのがたまらなく愛しい。お前の無防備なあくびがたまらなく愛しい。お前の心臓の音色がたまらなく愛しい。よかれと思ってしたこと、ほらまた裏目に出たよ。喜んでもらえた時だけそれは愛と呼ばれるみたいだ。お前が生きてる、それが嬉しい。ただそれだけじゃ成り立たないものなの。飯を頬張るのがたまらなく愛しい。お前が寝言を言うのがたまらなく愛しい。お前が膨れつらしててもたまらなく愛しい。言い争ってる最中でさえたまらなく愛しい。お前が飯を頬張るのがたまらなく愛しい。お前が寝息を立てるのがたまらなく愛しい。お前の無防備なあくびがたまらなく愛しい。お前の心臓の音色がたまらなく愛しい。心臓の音色がたまらなく愛しい。ありがとう、心臓の音色っていう歌でした。ほんとね、たくさんの人が見てくれてほんと嬉しい限りでございます。いやーね、ありがとうございました。またぜひぜひ来週も見てくださいませ。ありがとうございます。太陽のシンガーソングライター池内祐介のユースケリームでございました。あとですね、ほんとユーストリームじゃない、YouTube とかにたくさんたくさん、保存じゃないやアップしてありますので、ぜひぜひ見てもらえたらなと思います。ほんでね、気に入っていただけたいただいた曲はですね、またここのチャットとかでリクエストしてもらえたらなと思います。本当ありがとうございました。またお会いしましょう。また来週、池内祐介、太陽のシンガーソングライター池内祐介のユースケリームでございました。また来週お会いしましょう。ありがとう。じゃあねー。